じゃこんにちは。さあ今日は私から嬉しいご報告があります。ご報告、ご報告あるんですか。はい。またはい。そんなに、はい、いいやつ。すっごくいいやつ。ああ、じゃあ発表します。もう言っていいんですか。うん。あ、今日はすって言っていいですか。いいですよ。だってご報告でしょ。はい。じゃあいいですよ。じゃあちょっと、はい、今日はもう行っちゃいますよ。はい。なんとなんと結婚します。ちょっと、あ、違うの。違う全然予定ないんで。あ、そうなんですか。はい、あ、こいつ全然予定ないのか。ちょっといいのかな。俺予定ある、いや予定あるけ今、逆に予定あるから。ちょ、ま、全然ないって言って、なんかちょっと恥ずかしいというか、はい、じゃないんですけど、うん、はい、じゃあもう早く。はい、あの、私なんとなんと楽天の、あ、言っていいんですよね。なんかいいって言ってんじゃん。なんかこっち見たから。もうすぐ行きますよ。はい、あの仙台の、あ、楽天の、はい、コーチとか。楽天のコーチ。私コーチ入って何を教えるんですか。え、あれじゃないの、なんかあの応援コーチみたいな。コーチ、応援コーチなんてないでしょ。あの、もう言いますから。はい、コーチじゃないですか。コーチじゃないです。もう長いって言われてますよ。じゃあもう、はい、はい、楽天生命パーク宮城で始球式します。また、はい、去年に続いて、去年は神宮で、神宮から、うん、はい、うん、させていただいて、うん、なんと、まあ、また機会があればいいなと思ってたら、うん、早速来て仙台で今度は始球式、うんうん、何日ですか。6月の10日の金曜日です。6月10日。はい。なんか見覚えあるな俺。楽天巨人戦、はい、金曜日、はい、ほー、佐々木、ご報告があります。はい。6月10日、楽天対巨人戦、テレビ東京さんで解説でーす。すごい。これ偶然ですもん。まあ、偶然とか本当に偶然ですね。俺の方が多分先に決まってるからね。そうですね。あれ逆に合わせてきたっけ。そんな早く決まってるんですか。そうだよ。もう開幕したすぐぐらいに決まってんだよ。あ、そうなんですね。うん、そんで、はい、何始球式なんですか。誰コンセプトなんですか。スポンサーさん、ね、はいはい、去年に引き続き、はい、AK レーシングさんです。もうありがとうございます。え、あれですか。何ですか。AK レーシングさん、はい、専属タレントですか。全然違います。 CM はね、全然違うことやってたりするじゃないですか。もう行ったら行っちゃう、 CM。 AK レーシングさん、どうでしょうか、CM。 じゃあ CM さ、はい、じゃあ豊さんとかもみんなでさ、はい、ここで出ようよ、みんなで。あ、ここで、うん、この AK レーシング CM で、はい、あの YouTube 撮影5時間やっても体の負担なしみたいな。おお、でもすごい PR になりますね。ね、はい。でもちょっと本田翼さんとかがやってますから。うん、じゃあ俺だって里崎智也だよ。はい、本田翼さんもすごいけど、俺も里崎だと。はい、そうですね。うん、まあ、はい、ね、ぜひご検討。はい。そうですね。まあ、はい、楽天のベンチに、はい、あのこの椅子が入ったということで、そうですね、うん、はい、あのやらせていただくことになりました。うん、よかったね。よかったです、嬉しいです。だって仙台に投げたいってずっと言ってたので。でもそれだったらあれだね、不甲斐ない投球できないね。そうですね、うん、ちゃんと投げたいですね。もうだって忘れてるでしょ、投げ方。うん、いやいや、まあ、もう体が覚えてると思いますよね。じゃあもういいですか、練習しちゃって。いや、練習はしたいです、ぜひ教えてください。練習した、でも片岡さんに教えてもらってるからいいんちゃう。いや、片岡、あの直前に、直前のやつ、ここを見てくださいよ。はい、はい、そうこれ見てください、い、去年のやつ、教えてもらってた。はい、で直前に教えてもらうと、やっぱり教える方によって教え方って違うじゃないですか。うんうん、あの、まあ、片岡さんに教えていただいたおかげで、あのフォーム変えたりとか、ちょっとして、うんうん、結局良かったなと思ったんですけど、一、うんうん、人の方についた方が、うん、なんかこう、成長率は高いなってちょっと思った感じはありました。じゃあもう一回ですか。ぜひぜひぜひ。じゃあ今からですけど、いいですか、練習。今からいけるんですか。いきます、もうグラウンド押さえてるんで。はい、あ、え、じゃあすぐお願いします。ちょっとワープしなきゃいけないんですけど、はい、いいですか。はい、ワープ、はい、ワープです、はい、ワープでいいですか。できます、ワープ、ハリーポッター系で。ワープ、はい、私結構魔力強いんで。強い、いつも魔法かけてるんで。そうだね、あのライブで、ライブでね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、いきますよ。はい、せーの、ほい、おい、はい、またやってきました。またここに来ました。1年ぶり。はい、はい、ね、1年も経ってないですよ。経ってない、あれ秋、あれ10月10日に進級式だったので。あ、そうなの。はい、じゃあ
9月ぐらいか。9月ぐらいから以来ですね、おー、今回また、はい、新たな課題です。はい、やっぱ1回目やって、まあ、とりあえずノーパンで届いて、はい、まあ、喜んでる場合じゃないんですよ。でもノーパンで届くって結構なんかね、いや俺が教えてんだから当たり前なんだよ、そんなのは。できて当然、だって練習しても冒頭とかする人いるんですよ。いやそれはだから俺の教えを超えてないじゃん。あ、まあ、こんな、こんな球場まで借りて俺の教えを超えて、はい、でできないって、そう 俺らも考えられないよ。だからできて当たり前なんだよあれは。そうですね、うん、そんな喜んでる場合じゃないんだよ、はい、最低ラインだから、はい、そうですね、ここから新たな課題として、新たな、うん、やっぱりあれ以上もっと上手く投げられますかね。今日はね、はい、スピード上げよう。スピード、うん、山なりだあれ、まあ、だいぶ山なりでしたね。届いてイエーイ、届いてイエーイはもうアイドルだけを許されるの。アイドルではありませんよね。まあまあいい年なんでね、うん、だからもうね、はい、届いてイエーイとかもうビジュアルでイエーイみたいな感じはもうアイドルで終わりなのよ、はい、そうですね、やっぱりね、はい、急速、はい、今日は上げてチャレンジしましょう、はい、届くのはもちろん、だからまず今の現状の急速を測って、はい、でそっから5キロから10キロ上げよう、とりあえず。おお、そんな上がるんですかね今日でね。はい、今日1日で、うん、俺だよ、はい、俺、まあ、そうですよね、うん、前回佐藤さんの指導はすごい的確だっていうことは見もっと分かりましたでしょ、うん、あとね、はい、これから新たな新企画、新企画、はい、はい、今日、はい、駐車場から駒沢球場、はい、ここまで歩いてくる10分ぐらいで思いつきました、はい、森林浴しながら歩いてきた時に、はい、神様降りてきました、はい、新たな企画、はい、まあ今もうプロ野球 OB YouTube は飽和状態です、はい、そうですね、はい、しかも僕と高木豊さんがやってきた枠組みスキームを、はい、ほぼほぼみんなが同じようなことやってきてて、はい、っていうことは、はい、また新しいことをやんなきゃいけない、はい、ってなった時に、うん、今誰もやってないことをやろうっていうのを、うん、この10分間、はい、さっき思いつきました。はい、駒沢の神が降りてきました。はい、やったことないこと、はい、それ私いります？いります。あ、いります。だってもうね、はい、みんな、はい、もう谷繁さんとかもそうだけど、はい、女性のアシスタント呼んで、はい、もうなんかプロ野球 OB YouTube はアシスタントセットみたいなね、はい、感じにどんどんなってきてるじゃないですか。まあそういう方も多いですよね、はい、うん、でももうアシスタント喋ってるだけじゃダメなのよ、はい、もう袴田さんに新たな企画です、はい、私プロ野球 OB YouTube アシスタントのアスリート化への道、アスリート化、はい、だからもう、はい、とりあえず野球を、はい、完全マスターしてもらいます。ちょっと投げる取る打つ、はい、これです。あ、ちょっとアスリートとは程遠い感じなんですけど。大丈夫です、これからです、はい、まだまだ、うん、だから今日投げる球速アップ、はい、コントローラーついたから球速アップ、はい、で今度、うん、打つです。あ、打つ、まあ、はい、打つのモノマネとかはマサノートでやられてる、はいはい、インスタとか、はい、ツイッターで出してる動画、はい、もうほぼほぼひどいです形としては。ダメだ、ちょっとモノマネしてる。いやいや、笑われてるだけです、あれは。笑わせてない笑われてるだけです。だからしっかり形をして、はい、おーって言わせなきゃいけない。やっぱり確かになんか女性なのにすごいフォームできてるってなりたいですよ。なりたいでしょ、はい、笑われててダメなんだよ、はい、それだから投げる、はい、で打つのもやっぱ完コピした方がいいじゃないですか、はい、そうですね。とりあえず野球は投げる、取る、打つ、うん、これを今日マスターします。1日でできるようになりますか。まあそうですね、撮影的には1日ですけど、はい、動画は小刻みにいきます。あ、そうですね、そうですね。まあまあ、まあでも大丈夫、基本、まず基本をさらっとやって、うん、明日、はい、まだ始まった、今日からスタートです。そうですね、この企画、はい、とりあえず、はい、2年、3年をかけていきましょう。そうですね、最低でも1年後にはもうちょっと上手くなって、はい、っていうスタートですか。なんか野球のプレーが混ざってできるようになりたいです。そしたらプロ野球ニュースの MC も見てて若干ちょっと分かるようになってくるじゃないですか、はい、あ、見方が変わりそうですね。そう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 、うん、だから悪いことでもないし、はい、アスリートのね MC で誰もそんなアスリート化とかやってないじゃん、はい、しかも稲村亜美ちゃんも打つと投げるだから取るやってないから、ね、ビタ止めしたいです。ビタ止め、今日ビタ止めします。お、今日だけども、はい、今日の動画ではありません、はい、また後日出すということで、はい、だからアスリート化だから、はい、野球だけじゃないです、はい、サッカー、サッカー、バスケ、はい、ドッジボール、はい、ほぼほぼいきます。佐藤さんできるんですか。俺、はい、体育常に10だから10段階評価の。私も体力テスト常に A でしたからね、うん、あ、体力テスト、はい、じゃあ全員でちょっと今の体力を測りながら、はい、全ての競技をマスターして、はいはい、あとはもう加納さんとかも今ツーツーになっちゃったから、はい、あ、そうですか、うん、だからバレーとか呼んで教えてもらおうよ、はい、あ、教えてもらいたい。しかもなんかツイッターかインスタで、はい、俺こうやって写真撮るのやってたのに、はい、佐々木さんそれじゃあボールどこ行くか分かりませんよって書かれてて指摘されるんですか。いや俺はそんなことない、俺はこれでもちゃんと俺バレーもめっちゃうまかったんだから、は
だからちゃんと、あ、そんな俺はね、はい、俺あれでもちゃんとできるんだよ、どこも行かない、はい、ちゃんと出てできる、これでできるから、そういうのになんか俺に、はい、そいつ違いますよって言って、はい、納得できるんだよじゃあまあスポーツをいっぱいやっていくってことね、まあ、あっちはプロだけど納得できるんだ、はい、あ、ツイッターでプロ、え、加納さんに言われたんですか。そうそう、加納さんにツイッターで、はい、佐々木さん、その形だとボールがどこ行くか分かりませんよって書かれ、言われたんですか、書かれてて、はい、でも俺はそんなことないそうなんですか視聴者の方とかに言われたのかと思って、加納さんに言われたんですね、加納さんにコメント書かれてて、はい、でも俺はそんなことないって言って、いやでも丁寧に言ってくださってありがたいじゃないですか。いやいや、俺はあれでも、俺もバレー上手かったんだから。え、でもプロですからね、んバレーのプロですからね。俺もアスリートのプロ、いやいや、野球の元プロであって、俺だってパスボールしないんだよ、だ全部拾うよ。これパスボールじゃないですからね、全部拾う、落とさないよ、これ違いますからね、うん、だから俺はもうその加納さんに、ちょ、挑戦状やな、はい、カモンカモンっつって、これあのあれですよね、始球式の球速アップの動画なんですけど、全体長いって言われますよ、絶対あ、そうなの、あと何分、今何分喋ってるんですかね。10分ぐらい喋ってる、10分ぐらい喋ってますよ。じゃあ次回か、じゃあこれ新しい企画発表って感じになっちゃう。そうだね、これからスタートです、はい、はい、新企画お楽しみに。